平成22年11月8日月曜日、衆議院予算委員会に出席し、基本的質疑が行われ、補正予算等について答弁しました。総理大臣官邸に戻り、第4回となる新成長戦略実現会議を開催し、包括的経済連携に関する基本方針等について話し合われました。我が国農業は高齢化が進み、後継者難にも苦しみ、農業の存続そのものが危ぶまれるという状況になっております。現状を放置して手をこまねいているわけにはいきません。若い意欲のある人が農業に就業できて、持続可能な力強い農業農家を育てるため、抜本的な国内対策を講じていかなければなりません。そのため私自身本部長として農業構造改革推進本部を設置し、抜本的な改革を進めてまいります。そして一方で開国を進めてまいります。9日火曜日、昨日に引き続き衆議院予算委員会に出席し、基本的質疑が行われ、委員からの質問に答弁しました。総理大臣官邸に戻り、第13回となる行政刷新会議を開催し、事業仕分け第3弾前半の評価結果等について話し合われました。続いて第3回となる国内投資促進円卓会議に出席し、日本国内投資促進プログラムについて話し合われました。10日水曜日、昨日に引き続き衆議院予算委員会に出席し、外交・安全保障・経済・情報管理及び管理等について集中審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。総理大臣官邸に戻り、アメリカ合衆国のダニエル井上上院議員一行による表敬を受けました。その後、各府省事務次官らを招集し、総理指示を行いました。11日木曜日、 G20 ソウルサミットに出席するために韓国のソウルを訪問しました。ソウル市内のホテルで開催された G20 ビジネスサミットの貿易・投資に関するラウンドテーブルに出席し、ビジネス界の出席者とともに貿易の再活性化をテーマに意見交換を行いました。夜には国立中央博物館で開催された歓迎レセプションに参加。続いてワーキングディナーに出席しました。12日金曜日、欧州連合 EU のロンパイ欧州理事会議長、バローゾ欧州委員会委員長と日 EU 首脳協議を行いました。会談では日本と EU は価値観を共有するパートナーであり、政治、経済、文化など幅広い分野において関係を強化すべきであると述べました。その後 G20 ワーキングセッションに出席し、国際金融機関 IMF 改革、金融規制改革等について話し合われました。すべての日程を終え、菅総理は帰国の途に就きました。13日土曜日、横浜市内のホテルで APEC 首脳会議が開催されました。APEC 首脳会議の前に、アメリカ合衆国のオバマ大統領と日米首脳会談を行った後、共同記者発表を行いました。昼には APEC に出席する各国の首脳を出迎え、ウェルカムワーキングランチを開催し、
午後からはリトリート会合セッション1を主催しました。会合では地域の持続的な成長と繁栄について話し合われました。会合などの後、中華人民共和国の胡錦涛国家主席と日中首脳会談を行い、引き続きロシアのメドベージェフ大統領と日ロ首脳会談を行いました。夜には各国首脳を招いての文化行事が行われ、歌舞伎を鑑賞した後、演壇の上で写真撮影を行いました。続いて菅総理夫妻主催の首脳夕食会を開催しました。14日日曜日、カナダのハーパー首相と日華首脳会談を行った後、政治・平和及び安全保障協力に関する日華共同宣言の署名式を行いました。続き大韓民国のイ・ミョンバク大統領と日韓首脳会談を行った後、日韓図書協定の署名式に立ち会いました。その後 APEC のリトリート会合セッション2を行い、ボゴール目標と APEC の将来について話し合われました。クロージングランチを終え、首脳宣言を発表し演説を行いました。その後議長記者会見を行い、 APEC 首脳会議の成果等について演説を行いました。会見の後、チリ共和国のピニェラ大統領と日チリ首脳会談、引き続きペルー共和国のガルシア大統領と日ペルー首脳会談を行いました。